皆さんおはようございます。斉良平です。今日が12月の1日水曜日ですね。今日から新しい月が始まっていきます。今年ラストね、ラストスパートかけていこうと思うんですが、今日はですね、まあ、ちょっと取りためも終わり、今日からまた1日1日取っていこうって思ってるんですけども、11月の27日から29日までの2泊3日で、なにわのメンター吉井さんの主催する合宿に参加してきました。まあ、合宿の目的っていうのもね、明確ではないんですよ。決して明確ではあります。いや、明確ではない、明確ではないと思います。それなのに参加費が十何万します、一人ね。してて、まあ、何十人っていう方が、来られてるんですけども、でこの合宿の内容自体は守秘義務があって、僕は参加した人間は、内容を一切喋ることはできませんっていうことで、契約書、契約書を書いてるので内容は言えないんですけども、参加してみてどうだったかっていう感想を今日しようと思います。でその上で、なんだろう、ちょっと長くなると思いますので、その上で参加してない人も聞いてくれてたらそれでもいいのかなとは思うんですけども、もともと成宮さんの合宿があることを聞いてて、でその合宿に入る前からの意気込みみたいなものを僕は成宮さんと何度か会って聞いてたんですけどね。まあ一つはこう魂を削らなくちゃいけないと、あの自分自身、あの成宮さんがですね、成宮さんが、参加者は違いますよ、なんだけどもそれぐらい大変なんだと。だから年に1回やるかどうかだっていうし、でその上でその講演が終わって、その合宿が終わった後はしばらく仕事も入れないっていう話をしてたんですよ。だから僕はこの人がここまでの、心とか体制、姿勢で挑むものがどれぐらいのものなんだろうっていうものもそうですし、もともと成宮さんは脳科学のプロフェッショナルなので、本当にね、あの人間の行動とか習慣とかっていうものに対してどんな意味があってどんな影響を及ぼすのかっていうことを徹底して勉強してこられた方なので、あの運ともこれ直結するので、僕も前々から言ってることは、物を買った後人の運勢なんて変わりませんよと、運勢はね。なんだけど自分の習慣と心の在り方を変えることで人の運勢変わっていきますっていうことだったんですが、何面さんも同じ方向を向いてた方だと思います。まあ、それって運だからって、何面さんも木とかいう月とかいう言葉もたくさん使うしっていう中で、それを知ってもらうための合宿というか、それだからどうしていくかっていうことだったりするんですけども、参加してみて思ったこと、二度と参加しないと思います二度と参加しないと思います。ただ参加してどれぐらい良かったかって言われたら、良かったっていう言葉じゃ片付きません。僕が41年間生きてきて一番濃厚な2泊3日だと思います。一番濃厚な2泊3日っていう時間を過ごさせてもらったなと思います。この合宿を通したことで二度と参加しないとは言ったものの、それは何面さんが嫌だとか、参加してたスタッフさんとかメンバーの人たちがじゃなくて、いやー、まあこれね、難しいけど、まあ自分の中にある本当どす黒いものが一体何だったかっていうことに気づくのはもちろんですけど、こんなのは本当序の口なんですけど、それもそうだし、それ以上のもの、それを知ったからさあどうするかっていうことに気づけたのもあるし、まあ、僕の参加した人たちの中で見てたら、聞いた人の中ですね、多分過去7回開催されたのかな、2回っていう人がいましたね、横に。で、近くにですね。で、一番多い人で7回っていう人がいましたね。もう2回参加してますってだけで、この人変態なんじゃないかなと思ったけど、その昔は、その合宿の命名は変態合宿って呼ばれてたんだよっていうぐらい、なるほどなと思いましたけど、二度と参加したくないとは今思ってます。多分みんな終わったらそうなると思うんだけど、ちょっとこう、そういう、なんて言ったら依存性が出てくるのかもしれないけど、今のところは全く参加したくない、絶対嫌だけど、本当に今まで生きてきた数十年っていう期間の中であれだけ濃い2泊3日を過ごしたのは過去には一度もなかったと思います。それしてもう一つ、その合宿が終わった時に思ったことは、来年はもしあるなら、何名さん来年の予定まだないって言ってたので、本当にね、多分ね、そんなできることじゃないと思います、本当に。なんだけども、来年もし開催されることがあるんだったら、僕は参加してほしいなって思う人たちの顔が何人か思い浮かんだので、その人たちには行ってほしいと思います。その中の一人は店長です、はい、
行ってもらいたいなと思います、本当に心の底から。その上でその合宿に参加してた気持ちを一緒に語りたいなって思うんですけども、まあ僕が今回その合宿に参加したことで気づいたことっていうのは、ちょっとだけね、これが何かっていうと、まあ、ちょっとだけというか、まあ、僕はね、15年間あの統計を使った上で運の勉強をしていたと思ってます。それは人を通して、占い師としての活躍はしてないので、やってきて、そうですね、この勉強を続けて人と向き合っていく中で、僕が行き着いた一つの答えは、人に対する諦めです。どれだけ自分が全力で何かのアドバイスをして、占いは未来を当てるものではなくて、人に対してきっかけを与えるものだと考えています。今の人生がこのままでいいと思ってない、もっと何か変わりたいと思ってる人に対して、何かきっかけを与えて、この先普通で来る10年後よりかは、ここでアドバイスを受けたからこそ良くなった10年後を目指した上でのアドバイスっていうことを前提で一生懸命やってきたつもりだけども、いつしか自分の中に対して人に対する諦めっていうものがあったのかもしれません。なんでって、一つはどれだけアドバイスをやって、難しいことじゃないにしてもすぐ続けられないっていう方たちもたくさんいらっしゃるし、その上で何のアドバイスもすることなく毎回毎回来た上でっていう人たちもいらっしゃるし、他にも言っていくと、そういう人たちの話を聞いていく中で、人に対する諦め、やっぱり占い、人に対する諦め、占いに対する諦め、どちらとも言えますよね。まあ自分の能力ももちろんそうかもしれないんだけども、これじゃあ人ってやっぱり変わっていけないんだろうなって思う諦めが自分の中にあったんですよね。でそれに対して拍車が大きくかかったきっかけっていうのは、まあ息子が生まれたことです。心臓の病気を持ってきてて、やっぱりその子と一緒に過ごす時間、子供たち家族と一緒に過ごす時間の価値っていうものが、僕の中でこの数年でめちゃめちゃグーンって上がったんですよ。だから僕にとっての1時間ってそんなに安いもんじゃないって思うようになったんです。でもその中で、表現は悪いんですけども、本当にくだらない質問をしてくる人がいるなと思ったんです。僕は、私が何人過去に子供を産んだか分かりますかとか、なんじゃおらって思うし、過去にも何回も言ったし、私は過去に何回結婚して、何人子供がいるでしょう、私は今日どこから来たんでしょうかとか、何やってんだろうこの人、何言いに来てるんだろうと思うし、この人に対して1時間という時間を使うぐらいならば、お金なんていらないんで、1時間でも早く家に帰って子供と一緒に飯食って風呂入って一緒に寝たいって考えますようになって、その気持ち、人を占いっていうのに対する諦めがあって、くだらねえなって思う質問してくる人たちに対しての、自分の時間の使い方っていうものを考えるようになって、占いの枠もどんどん減ってきたし、料金も上げたし、その中でそういう自分がいたんです。そういう自分がね。でも今回この合宿に参加させていただいて、48時間っていう期間の中でね、僕はね、僕の今まで持ってきた過去は全て捨てないといけないなと思いました。今僕は代表取締役っていう役があって、それも捨てなくちゃいけないし、40年間生きてきたっていうその、まあ、過去があるっていうのも捨てなくちゃいけないし、開運アドバイスをやってきたっていう経歴、占いをやってきたっていう経歴、講演をやってきたっていう経歴、全て捨てます。参加者の中には上場企業の、幹部さんとか、ね、大きな会社の社長さんとかたくさんいます。みんなこれ脱ぎ捨てて丸裸にされます。本当にそれが余計なんだなって思いました。本当にそれを持ってて、僕初日目は講演をやってる人間であり、開運とかいうアドバイスをやってた際良平でいたので、初日目参加した時点でこれスイッチ変えないと明日からは絶対大変なことになると思ったので、もうただ際良平で参加して全力で挑むしかないって言って思って、そこから2日目でスイッチを入れ替えられたんですけども、変えられない人はずっと変えられないかもしれないんですけど、変えてやりました。そこで思った気づきっていうのは、僕にとっての1時間家族と過ごす時間は今でも重要です。ただし、くだらないことを聞いてくる人たちに対して、もったいないと思ってる1時間を過ごしてるのは、くだらない質問をしてくる人たちじゃなくて、その時間を過ごしてる僕自身だなと思ったんです。くだらないだろうが何だろうが、お金をもらってるからじゃなくて、僕の姿勢がまたくだらないことを聞いてんなと思ってる諦めから入ってるんですよね。そうであったとしても、僕はどうしたいかっていうことを問うてるのが、この勉強をしてきたことだし、今この人と向き合ってるっていうことなので、質問者、相談者ではなくて、僕自身がくだらない人間になってたんだろうなと思ったんです。だからこのままじゃいかんっていうことを教えてもらいましたね。もうね、
今内容言えないんだけど、人生の中でこんなに涙を流したのは、息子の心臓の手術が、の結果を聞かされ、心臓の状態を聞かされた時以来です。こんなに泣いたことないですね。もうね、眼球が痛いです。でも、今までこんなことなかったんで、体の中で覚えたこと、いや、叩かれたりとかそんなないですよ、全く。ないんですけど、なんかもう、自分がそうなってきたもんだから、なんかもう今までこんな痛み覚えたことがないような痛みまであって、一言では言えませんけど、本当に良かったなと思うんですよ。で、何よりも、僕は今までこう、前にもね、天竺マンの講演を聞いたときに、この人すげえと思って、すごい嫉妬したって。でも天兄からは、嫉妬っていうのはね、お前にもそういう能力があるからだよって。だから、嫉妬って悪いことじゃねえんだって。大谷翔平見て嫉妬しねえだろって。お前もいつかここに来れる。そこまでのレベル水準才能を持ってるからこそ嫉妬するんだよって言われた時に、よしって思ったんですが、何面さんの合宿を参加して、もともと尊敬する人だったし、僕から本当に心から尊敬できる、そういう師匠でもあり、先生でもあり、友人でもあるし、同志でもある人ですけども、この2泊3日間で何面さんのやってることに対して嫉妬なんて全くしなかったですね。嫉妬なんてしてなかったです。もう大谷翔平見てるようでした、本当に。それをもう期間もしなかったし、終わった後に全てのネタバラシをされた時に、全てこの48時間の寝てる以外の時間帯は全て何面さんの脳科学の統計学における、計算に基づいたものだったっていうことを聞かされた時に、驚愕しました。ただ驚愕した。もう尊敬とかいう念とかもう通り越したし、だって嫉妬なんてしないですよ。ただ僕が思ったのは、これを参考にして僕もこういうことができたらいいなっていつか思います。今すぐなんて絶対無理なんですけど、何面さんが何十年って勉強してきた脳科学の、統計、そして60年以上生きてきた自分の人生の中の統計を全て結晶化した上で人にぶつけてくるものなので、めちゃくちゃそれは最高の経験ができましたね。良かったし、ただ良かったで警戒できないけど、2回目があるかって言ったら2回目は今のところないと思うけど、何回も何回も占い行って同じようなこと言われてるしとか、僕はね思ったです。僕にとって大切な人はみんな参加してもらいたいなって思ったし、あともう一つは、よく若い子が口に出す人生の中でなんかいいことねえかなとか言ってる人たち、もうねみんな言ってくれ。もう高い金、高い、いや普通セミナーの合宿って考えたら、普通のセミナーだけで何十万取る人もいるからですね。でもあれは自己啓発とか開運のセミナーとか全然違うものだと思います。脳科学を基づいた上で人の行動っていうもの、それに対して意味があったか。意味がある人はね、今までの自分をちゃんと捨てた上で真っさらの状態でぶつかっていけた人です。意味がある人はずっと自分の顔をかぶり続けた人は意味がないものになっちゃったんじゃないかなって思うぐらいなんですけども、そういう体験をしました。なのでまあ次回いつかあるかは知らないけども、僕の中にあった気づきっていうのは、今までもう、もちろんいい質問とか何とかもあっても全力で答えてますよ。答えてるけど心の中でつまらない質問してくる人だなって思っていく、その感情自体のつまらない、そしてつまらないことも質問も時間も、そう思ってた人でさえも全て自分なんだろうなって気づかせてもらったので、ちょっと気合入れて、パワーアップした上で、これから先この統計学を積んでいく上での占いアドバイスってことに関しては全力で積んでやっていこうっていう覚悟ができました。僕もふと思ったんですけど、ちょっと前で話させていただくタイミング、機会をいただいたので、その合宿の中で言ったんですが、最初参加してた時、自分の心の色を例えるなら何色だったでしょうかって皆さんに問ったんです、参加してた人たちに対して。僕はね、明確に普段からずっと青だったと思います。青、クールとは違いますね。冷めてただけだと思います。今でもその合宿2泊3日通して皆さんに、今皆さんの心の中の色を例えるならば何色でしょうかって言った時に、あの合宿に参加してた多くの人たちがみんな同じ色を言ったんですよ。その色はね、赤でした。それは赤です。それは怒りではなくて情熱の赤だったと思いますって感じられるものでした。なのでもう内容を言えないので何とも言えないですけども、ただ本当にそれぐらいのものだったので、もしね次回機会があった時は必ずこの YouTube を通してでも、皆さんに今度なりめさんの合宿あるらしいよって、だからどれだけ人間増やしても24人しか参加できないらしいので、いや限界だと思います。24人が本当に24人が限界です。なので
あの絶対僕はおすすめすると思います。なので、その時が来た時はまたお知らせしますので楽しみにして待っておいてください。僕は本当にすごく大きな気づきをもらって、そのことがきっかけで僕自身も変わるためのきっかけ、あの合宿はきっかけでしかなくて始まりに過ぎないので、これからの人生で僕がどういう風にして生きていくかっていうことを合宿のメンバー、そしてあそこで魂を削って僕に対して向き合ってくれた成面さんに、見ていただきたいなと思いますので、そういう合宿でしたのでぜひ覚えておいてください。あの大いなる気づきでした。なのでやろうと思いますね。はい、そういう感じです。はい、今日は、以上です。なので、今日は水曜日のお父さんですね、ショートコント水曜日のお父さんやろうと思いますので、いきますね。はい、今日は、水曜日のお父さんの家に、の家に、結婚の挨拶に来た娘の彼氏、に対してどういう対応をするかいきます。ちなみに水曜日のお父さんは、まあ、水曜日生まれの人はもともと神秘的でもありふわふわ系でもあり、その上でちょっと不思議要素が多い人です。なので、そんなお父さんがどんな感じでっていうことで、覚えておいてください。じゃあ行きます。はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。今あの娘さんとお付き合いをさせていただいてて、はいはい、結婚を前提にお付き合いをさせていただいてますので、はい、結婚のお許しをいただきたく今日伺いました。はい、ありがとう。おめでとう。はい、うん、おめで、結婚のお許しをいただけないかなと思い、あーそっかそっかそっか、はい、うん、オッケー、おめでとう。まあその前にね、まずはね墓参り行こうか。母さん、線香あったよね。ちょっと今から墓参り行くよ、みんなで。あ、みんな呼んで、みんな呼んで。え、今からですか？そうだよ。だって、ご先祖様に挨拶しないと、自分たちよりも先にご先祖様に挨拶しないと結婚なんて通らないからね。まずはみんなでお墓参りに行って、その上で。で、その後に、はい、君の家のご先祖様のところに、はい、あの全員で行かせていただきますから。はい、それが、その後で、はい、みんなでもう一回ね、集まってご飯でも食べましょう。ね、まずはお墓参りだよ、はい、っていう感じですかね。はい、水曜のお父さん、結構スピリチュアル系霊感強い人も多いですし、神秘的なものをすごく重宝する人たくさんいらっしゃいますね。なので自分の信じるものが何かっていうことの中で、やっぱりご先祖様、これは僕の占いを通しても明確に言えることなので、ご先祖様の、お墓参りを優先するような感じ、お墓参りを優先とは絶対的に水曜日のお父さんが言うわけじゃないんですけど、そんな感じかなって思いました。以上です。すいません、今日は長くなりましたけど、僕の中にある思いをちゃんとね、こうなんか形にしておきたい、お形に残しておきたいなと思ったので、ちょっと長い動画になりましたが、今日はそんな感じです。明日は木曜日のお父さん行きます。以上です。じゃあ行きますよ。今日も今年ラスト1ヶ月です。12月1日、気合い入れていきますぜ。ということで、おっしゃー！ということで今日も元気よく行ってらっしゃい。